で、刺繍ポケットって全部の歯の刺繍ポケット合計すると手のひらぐらいの面積になるんですって。ちょっと考えてほしいんですけど、刺繍病で炎症がすごいあるってことは、この手のひらが全部ばい菌がいっぱいついて炎症が起きて真っ赤になって、手のひらをピッて触ったら血がダラダラ出るような状態、それと同じなんですよ。しかもクンクンって匂い嗅いだら臭いの、すぐ病院駆け込みません？それが口の中にあったらなんでみんな行かないのって話で。